ジオバニーソト、ジオバニーソトポンセ、ジョバンニーソトポンス、1983年1月20日体は、プエルトリコサンフラン出身のプロ野球選手、保守。右投げ右打ち。現在は、フリーエージェント。外が3歳の時に野球好きの父が、保守のプロテクターを買ってくれたという。リトルリーグ時代は日、木曜日が練習、土曜日が試合で、 休みの日に父はトレーニングを課した。外はの父の日の MLB の公式サイトの特集で、これがあったから、今の自分があると語っている。の、MLB ドラフト11巡目、全体318位指名で、シカゴカブスからされ、6月26日に契約。参加のルーキー級アリゾナリーグカブスで41試合に出場し、打率、260.1本塁だ。 20打点、1盗塁だった。は、ルーキー級アリゾナリーグと A-9、ボイシホークスでプレー。ルーキー級アリゾナリーグでは44試合に出場し、打率、269.3本塁が、24打点だった。は、A 級デートナカブスで89試合に出場し、打率、242.2本塁が、38打点だった。a ベスト10ダイヤモンドジャックスで104試合に出場し、打率271.9本塁が48打点1盗塁だった。オフの11月18日にカブスとメジャー契約を結び40人枠入りした。3月18日にトリプル A 級アイオワカブスへ配属され開幕を迎えた。トリプル A 級アイオワでは91試合に出場し、打率 253.4本塁が39打点だった。9月6日にメジャーへ昇格。昇格後はなかなか出場機会を与えられず、9月23日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビュー。5回裏に代打として出場したが、右直に終わった。この年は1試合の出場にとどまった。3月23日にトリプル a 級 i o i 配属され、開幕を迎えた。 トリプル A 級アイオワで62試合に出場後、6月27日にメジャーへ昇格。しかしカブスには、正捕手のマイケル・バレットに、2番手捕手にはヘンリー・ブランコがいたため、試合に出場することができないまま、6月29日にトリプル A 級アイオワへ降格。登録枠が拡大された9月1日に、再昇格した。この年は11試合に出場し、打率。 200点打点だった。3月5日にカブスと1年契約に合意。3月21日にトリプル A 級アイオワへ移動し、開幕をトリプル A 級で迎えた。開幕後はトリプル A 級アイオワで69試合に出場し、打率341.12本塁が55打点と活躍。7月13日にメジャーへ昇格した。 昇格後は2試合に出場したが、7打数1安打と結果を残せず、7月17日に、オークランドアスレチックスから加入した、同じく保守のジェイソン・ケンドールと入れ替わる形で、トリプル A 級アイオワへ降格。トリプル A 級アイオワでは打率35、353.26本塁が、109打点を上げて、パシフィックコーストリーグの MVP に選出された。 9月1日のロースター拡大に伴って、再びメジャーへ昇格。最昇格後は、聖保守バレットの遺跡やブランコの故障で、先発起用が増え、打率は、426を記録した。また、アリゾナダイヤモンドバックスとのディビジョンシリーズでは、ロースター入りを果たした。第1戦から、先発起用され、第2戦では、左翼席へ先制打となる2点本塁打を放った。 しかし打率167と落ち込みチームは2連敗したため第3戦はケンドールにマスクを譲ったが結局カブスは3連敗でリビジョンシリーズ敗退となったこの年は18試合に出場し打率389.3本類が8打点だったは前年9月以降生保守として起用されていたケンドールが退団したため生保守を務めることになった 公しともに、外への期待は大きく、2008年のスプリングトレーニングでは、ルーピネラ監督ら打撃指導を受け、引っ張る打法から広角打法へ打撃改造している。4月30日のミルウォーキーブルワーズ戦では2本の3点本塁打で、チームの19得点中6打点を挙げる活躍をし、4月25日26日のワシントンナショナルズ戦で喫した8。 打数連続三振のお名を返上すると、4月は打率。341、8二塁打、5本塁打、20打点、アップス1.059で、月間最優秀新人に選ばれた。5月19日のアストロズ戦では、キャリア初のランニングホームランも放った。オールスターでは、ファン投票で選出され、ナショナルリーグ所属の新人保守としては、初となる、オールスター先発出場を果たした。 外はカブスではのラファエル・パルメイロ以来となる新人としてオールスター出場最低14本塁打を打った選手となり7月6日には15本目の本塁打を放った9月14日にはカルロス・ザンブラーノとのバッテリーでノーヒットノーランを達成ハリケーンアイクの影響で試合会場がミニッツメイドパークからミラーパークに変更されたため メジャーリーグ史上初の中立地開催でのノーヒットノーラン達成となった。この年は自己最多の141試合に出場し、23本類打86打点、打率285を記録、オフの11月10日に新人王に選出された。保守としての同賞獲得はマイク・ピアッツァ以来15年ぶりのことであった。2月25日に カブスと一年契約に合意。第2回 WBC では2009ワールドベースボール、クラシックプエルトリコ代表に選出され、イバン・ロドリゲスのバックアップとして4試合に出場した。レギュラーシーズンでは、開幕から正保守として起用されたが、打率は2割台前半に落ち込んだ。6月には、WBC 出場時の薬物検査で大麻の陽性反応が出たことが判明。 国際野球連盟は2年間の出場停止処分を発表したが、MLB 機構は処罰を行わなかった。7月11日に15日間の故障者リスト入りし、8月7日に復帰。この年は故障で102試合の出場にとどまり、打率218.11本類が47打点1盗塁と低迷した。は、右肩の故障もあり、 105試合の出場となったが、打率、280.17本類が、53打点と、回復した。1月18日に、カブスと300万ドルの1年契約に合意、開幕後の5月11日に、ソケーブの故障で15日間の故障ャリスト入りし、5月29日に復帰。この年は125試合に出場し、打率、228.17本類が、 54打点と、再び低迷。守備面では、保守として、両リーグ最多失策となる13個を記録し、守備率は両リーグ最低の987を記録。攻守ともに制裁を欠いた。1月17日に、カブスと430万ドルの1年契約に合意。カブスでは52試合に出場し、打率、199.6本塁が、 14打点だった。7月31日にジェイク・ブリガムとのトレードでテキサス・レンジャーズへ移籍した。移籍後はマイク・ナポリのバックアップとして起用されたが、8月11日にナポリが故障で離脱したため、先発起用となった。ナポリ復帰後も先発起用され、レンジャーズでは47試合に出場。5本類が25打点1盗塁、打率196だった。 オフの11月30日にノンテンダー FA となったが12月3日にレンジャーズと275万ドルの1年契約で再契約した。はこの年から加入した AJ ピアジンスキーに次ぐ2番手星として開幕を迎える。6月4日にはメジャー昇格後初めての三類種として出場した。ピアジンスキーの存在もあり、前年より大きく出場機会を減らし、 それに伴い本類らもレギュラー定着以降最低となる9本に終わった。それでも打率、ダリズ出塁率は前年より大幅に改善され来シーズンへの望みをつないだ。オフの10月31日に FA となったが11月5日にレンジャーズと305万ドルの1年契約で再契約した。3月30日に 右膝の故障で60日間の故障者リスト入りした。開幕前には、右膝の手術を行い、開幕後は、リハビリのためトリプル A 級ラウンドロックエクスプレスや、A 級フリスコラフライバーズでプレイていたが、7月9日に、テキサス州のグレープバインでニオンスのマリファナを、所持していたため逮捕された。その後保釈金500ドルを支払い釈放された。 7月17日に故障者リストから外れた。復帰後は3試合に出場したが、7月21日のニューヨークヤンキース戦で右足素警部を痛め、翌22日に再び15日間の故障者リスト入りした。8月8日に復帰。レンジャーズでは10試合に出場し、打率237.1本塁が3打点だった。2014年8月24日に、 金銭トレードでアスレチックスへ移籍。移籍後は14試合に出場し、打率262.8打点だった。オフの10月30日に FA となった。1月22日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。この年は開幕ロースター入りを果たした。バックアップ保守としての役割を担い78試合に出場。打撃面では、 打率こそ、219と低かったが自慢の千九眼で3割を超える出塁率を残し、9本塁打、21打点を叩き出し、通算100本塁打を達成した。またこの年のホワイトソックスは、超打力不足に欠けたが、本塁打率は、主砲のホセアブレイユに次ぐ、チーム2番目の数字を残した。守備面では五つの失策で、守備率、八十八となり、 こいつも、自己ワースト体の5つを喫した。過去の法律大記録は100試合以上だったため、実質キャリアワーストと言える。一方で、DRS は2を記録した。また、投類阻止率は30%、一数30回、投類支給回を記録したが、リーグ平均32%には及ばなかった。11月2日に、FA となった。2015年11月24日に、 ロサンゼルス・エンゼルスと1年280万ドルの契約を結んだ。は、わずか26試合の出場にとどまったが、打率269.4本塁が9打点を打った。少ない打席数だったが、アルバート・プホルス、マイク・トラウトに次ぐ、チーム3番目の本塁打率を記録した。11月3日に FA となった。1月6日に、 フルサホワイトソックスとマイナー契約を結ぶことが発表された。4月2日にメジャー契約を結んで開幕25人枠入りした。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。2008年から5年連続で2桁本塁打を記録した長打力を持ち味とする。高めのボールに滅法強いハイボールヒッターで変化球への対応がうまい。基本的に守備。 フィールディング、スローイングなどの評価は高くないが、こいが少なく、また、投手の長所を引き出す繊細なリードには定評がある。本人曰く、ピッチャーに気持ちよくやってもらうのがキャッチャーだからねとのことで、バッテリーを組む投手に対する配慮を欠かすことがない。ダルビッシュユーとの相性が良く、バッテリーを組む機会が多かった。幼い頃に野球を始め、保守としてプレーしてきたが、 高校時代は一類種、三類種としても出場していた。プロ入りが決まって、以降は保守に一本化した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。